軍を司祭、出るぞ。戦のたびに作戦を考えて指示出して、めんどくせえ。私もね、本当は歴史家になりたかったんだ。自ら戦場に立つのは性に合わなくて。迷うなかれ、迷いは人を弱。そなたらには戦うべき理由がある。あまたの将に接し、その思いを感じたまで。さすれば、そなたらの迷いも晴れよう。我が波動の邪魔はさせぬ、誰にもな。彼らには、そなたらが敵として見える。まずは、戦ってみるがよかろう。長生は、彼らの生き様を良しとはせぬ。まあ、それも一つの教訓となろう。オイラがぶっ飛ばしてやるだよ。私を買いかぶらないでほしい。おめえ強いな。びっくりしただよ。
妨げる者はこの俺が切り伏せる。戦国の世も似たような人が多そうだね。うん、危険な思想ではある。似ているようでも皆の思いは違う。次はこの者らと戦ってみるがよい。俺たちの家誰にも壊させやしねえ。そのためなら何でもやってやる。いえ、俺で言えば父上や兄上ってことかな。さあ行くぜ。釣れねえもんがありゃ喧嘩で解決だ。ガチ喧嘩だ。守りたいもん見せろや。こいつの言うガチってのは本気を出せってことだね。お前の言う家ってのは何なんだ。必死になって守るほどのもんなのか。そうだ、俺の大事なもの全部ここに詰まってんだよ。貴様はここで撃っておいた方がよい。私を買いかぶらないでほしい。Yeah!
間まで諦めぬ。少し疲れた。次は大徳の出番だ。乱を治める器というものを体感したまえ。陣の世を築くため負けるものか。あなたが陣の国を築いたとして、その国は永続すると思うか。王子は時代を生きる人間に託せば。私は今できる限りのことをするだけだ。Oh!
し。第一義に考えるか。さすが仁君として名高い劉備殿だね。なんてかわいそうな人たち。綺麗に切って救ってあげなくちゃ。私でよいのか。これは安穏な老後が危ないな。切ることが救うことだと思ってるのか。いろんな奴がいるもんだぜ。傲慢な思想で戦う者たちもいる。例えばこの者ら。ねえ、僕と勝負しない？俺を楽しませてみる。これは助けられてしまったね。百万一心、これからも助け合っていこうか。ねえ、勝負してかない？よし。僕が負けるはずないんだ。これは助けられてしまったね。百万一心、これからも助け合っていこうか。俺がいる限り最強の座は譲らん。
これは助けられてしまったね。百万一心、これからも助け合っていこうか。俺がいる限り最強の座は譲らん。君にとって最強であること、そこにどんな意味があるのかな。くだらん。人中最強の武、それこそが両方戦の証。思いのほか楽しめた。が、ここまでだ。助かります。このままどうぞご活躍ください。ねえ、僕と戦おうよ。私を買いかぶらないでほしい。ねえ、僕と戦おうよ。私を買いかぶらないでほしい。僕が負けるはずないんだ。僕は強いんだ。強制の試練はこれまで。さて、さまざまな将と接してみて何かつかめたかね。君は人の理想に否定的じゃなかったかい。理想にとらわれた者が争いを生むと。ああ、今もその考え方に変わりはない。空虚な理想を追い求める奴らはボングだが、今俺たちの前に現れた奴らはボングと切り捨てられないような気がするぜ。よかった、勝てたようだ。